皆さんどうもおはようございます。おはようございます。今回も、マニアック装備縛り、カウの無双モードですね。第2ステージやっていきます。黄金のラインエグかったっす。やだもう。めっちゃ強かったんやけど。ちょっとね、配下武将の位置が分かってないのがきついね。どこに誰がおるかっていうのがちょっといまいち分かってないけん。どんどん行ってしまうよね。で、ちょっと考えました。マップを見ながらやっていきます。マップにね、買い取るのよ。では。あれ？将この炎章、総大将の任受けたまわったからには一命を賭して逆賊董卓を打ち滅ぼしてみせよう。連合軍が進撃を開始しました。強かったなぁ。カオのムニアックスザコイ。お供いたしとうございます。無双鎧がないのもきついし、投稿鎧がないのもきついし、こいつ医療ないやろな。医療あったら終わりそうもん。よし、ということで武器がですね、4武器、光竜炎月刀ですね。で、マニアックス装備が、体力と攻撃力をバカみたいに上げましょうということで、中力、スザク、で、石刀、玄武、白虎がをつけていきますと。こいつらね、全然育たないけど。え、なんか育ってなくない？あれ？あれ？こいつらどうやって育つの？あれ？育ってないよね？なんで？武勲ポイントも溜まってないし。え、なんで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 ？え、わからん。どうして？いか、ちょっと一旦。え？なんかリセットされてない？リセットされとる。え、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。え、なんでなん？結構ステージクリアしてきたんやけど。ちょっと調べていい？なんで育たんの？なぜ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 。どういうこと？護衛ポイントは護衛兵の経験値。プレイヤーが敵を倒しまくったり敵武将を倒したりすると上がりますよね。え、なんでなん？育たんないけど。育ってないよね、これ。え？なんで？なんで？なんで？どうして？わからない。理解ができない。普通に倒したいんだよ。まあ、いっか。とりあえず、後でちょっと考えます。そのうちどっかで考えます。でですね。董卓、リモート挑戦がおってどう倒していこうか。どうしよっかな。李鶴と郭汜が多分援軍で 上に来るはずなんで、それが来るとちょっとめんどくさいよね。早く倒さないか、そいつも倒さないかんくなるけんさ、めんどくさいわけさ。で、王鵬、呪詠。まず王鵬倒して、呪詠倒して、王鵬、呪詠倒して、どうなんやろ。どっちがいいんかな。王鵬、呪詠倒そっか。よし。やっていくぞい。カーンが弱いよ。属性が何にもついてないけんさ、マジザコインやって。雷がついてるけど、雷ってほんまカスやけん。しかもチャージ号にしか乗らんっていう。謎すぎる。劉備軍は迂回して五郎冠を目指せ。ん？俺取り寄るな。あ、取り寄るな。びっくりした。取ってないかと思った。
動画撮ってないかと思った。こいつ。なかなかの腕前だの。ああ。手ごわいぞ。心してかかるのじゃ。よし、もうやばいって。申し訳ありません。あ、もしかして秒で死によるけん溜まってないんか。リュフが来た。さあさあ、これあかん、もしかして。ちょっと待って。あ、びっくりした。開くよね。あかんのかと思った。で、ジョエ一旦無視しよっか。で、炎術を助けたい。炎術を助けたい。炎術が秒で死にそうな気がする。でも左も助けたいな。コシンとかカーンも。まずいな。まあマジでお前性格悪くそし、危ない、いいよ、いいそうやった。早すぎやろ。論外やん。なんなんこいつ。ほんま論外やな。あいつマジキモいわ。いやーもう全然倒せんし。あれーもうあーこいつらガードキモいわ。もうね、隙多いわ。サイは。ああ、そっどけ。いやもうこいつっとえ、マジでありえん。は？敵将撃ち取ったり。敵将撃ち取ったり。よし。で、ちょっと待って、リョフは一旦置いといて、リョフは一旦置いといて、コシンと超金やったっけ、何やったっけ、なんか前教えてもらって忘れた、何やったっけ、超なんとか倒しに行こう。ああ、リョフがおるんよね、そういや。忘れとったリョフのこと、すっかり。リョフの存在を忘れてました。あかんよね、これが。残念ながら。そう。で、カユがおるけど、カユを倒しちゃダメなんよ。カユは一旦無視で。でね、ちょっと待ってよ。ああ、そっか、班長がおるんか。班長もね、ギュウスケ倒さない関係。さっきコシンとこいつら倒す。どけどけ。あー、ダメか。
よし、よし、なんでこっち向くんぞお前、向こう向いとけ。あ、すごいね、そういうロックはちゃんとするんや。気持ち悪、気持ち悪、どけ。はい、おい、何しろやんお前、出た。おい、両夫もどき、おい両夫もどき、かん、お前キモマジでどこ行きよんぞ、もうこいつキモ。おい、なんで逃げるん、もうそれいらんって、お前らじゃないんよ、お前らなんかどうでもいいんじゃ。何、よし、これで、これでカユ倒そう。うん、惜しいな。カユどこ行った？カユどこ行った？どうし、いやでも防御力高いけんそこはありがたいな。カユをぶっ倒せ、とにかくカユをぶっ倒せ。あー、オッケー、回復ある、よし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 、これで上倒そう、上の牛助と班長を倒そう、牛助班長を倒して、で呂布とジョエ倒そう。いや黄金よりだいぶ楽やぞ。でもこれ、やめてー、来ないで、足遅い、こいつマジで足遅い、壊滅的すぎる足の遅さ。どけ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 、うる、来ないで来ないで、この間から牛助倒すんやけんな。牛助班長ジョエで行きましょう。壁のせいでロックがずれる。おい、オッケー、うる、うる。いやー、やめて。いやー、お前マジかよ。これはダメやな、やっぱり。惜しい、勘弁してくれ。あ、これ乗ったらやばかったかな、これ乗ったら関戸場乗れんのじゃね。あ、でも呂布がおるか。そんなことでまずはこの状態で班長を倒す、いいわね。あ、そうか、こいつダバやけんダメなんや。
ちょっと減った。よし、まずい。この逃げ決めで止めれんのよね。来た、あー、いた。逃げ決めで止めれんのよね。この3撃目がね、ちょっとイラッとする。ミスった時に。よし、よし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 、だいぶだいぶ、ほら、オラになっとる。もうこれめんどいよな、オラになるの。なんで近くじゃなくなってオラになるわけで。そんなこんなによったら呂布がね、もうだいぶ上の方におるんよね。あいつ倒さないか。よしよしよし、とりあえず呂布行こう、とりあえず呂布。とりあえず呂布です。何が何でも呂布は倒さないか。俺マジでこのマニアックスで一番きついのはほんまに諸葛亮。諸葛亮がえぐい。おっ、カウンが茶色い。貴様らとは付き合ってられん。あ、ビビットじゃんけ。え、何しようこいつ。迂回、ふざけんなよ。呂布を深追いするな。ゲローメン、来いよ。さあ大丈夫これ死なんかな。あ、こいつ石飛ばは、あれ、こいつ石飛ばどこ行ったん。こいつ石飛ばどこ行った。行方不明じゃない。それガードされるのきついよな。お前、唯一の属性が乗る攻撃ガードされるってどういうことさ。へい。よくとく。進めよくとく。進むんだよくとく。さあ、これでジョエ倒そう。輸送部隊来た、関戸場や。あー、くそー、4回で終わらせろや。もうこいつのガードうざい。てか頼む剣回復くれ。回復じゃない、馬くれ。あいつなんで石飛ば乗ってないんていうか、マジで。あんなやつ石飛ばしかいいところないのに。あ、パンツ破れた。え、なんかパンツ引っ張ったらパンツ破れた。さあこれでですね、あとジョエ倒そう。ジョエ倒して、でリモートさ、リカクか、リカクと隠し出てきて もう無視していいかな。めんどくさいんやけど、あっちまで帰るの。なんでやねん、なんでやねん。
けや、どけや、これ3撃目分かっとっても3撃目が出てしまう。ああ早すぎたか。もうね、このちょっとした隙間で回復する、めっちゃムカつくんやって。お前いら、くっそ、この豚。あー来た、来やがった、来やがったし、なんか今ちょっと時間的に微妙やけど倒せるな、倒せてしまうな。行くか、めんどくせ、めんどくせえけど行くか。なんでもいいけど馬欲しい、馬ないの。だから呂布がもう馬持っとる前提 やったけんさ、俺結構ショックなんやけど、もう完全に呂布が馬持っとる手やったもん。ターン遅いけん嫌なんやね。さあ頑張れ俺、ターンの足の遅さを人のせいにするな。俺があそこでチキってダバを使ったのが間違いやった、全ては自分が招いたことや。遅い、彼遅いよ。僕基本的にもうカットとかめんどいんでせんのんで、もうちょっと長いなと思って自分で飛ばしてください。カットせんのんで、いちいちその代わり何かしら喋りはするんで、この時間ももうね、ドカッと撮ってドカッと編集するけんさ、もうどの動画がカットせないかんか、カットせんでいいかもういちいち覚えてないよね。でメモっても忘れるんよね、どうせ。あ、でもこれ、孫権やばい。大丈夫？孫権やばくね？炎術が秒で死んだけんな。早かったな、あいつ。さすがやな。どけ！くそ。かつく、あいつ、ほんと。あ、理覚がおる。一旦マーキングさせて。ちょ待って、あー曹操が隠しに負け、なんなんいつ、本当に雑魚。やばい、いやちょっと待って、かん酔わない、いやーもうここの、あーくそー、もう余裕がない、誰今パワーガードしようのさ、ちょこ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 、いやーもうこの鎧、鎧
鎧。ああ弱すぎる。一応死ぬなよ。もうねそこよ。三撃目がえぐいわ。だっかるってきよんぞ。三撃目が弱い。ああ弱い。あーすごいな、もうほんとすごいな。壊滅的な弱さ。よしよっしゃ、馬とりあえずゲット。とりあえず馬ゲット。さあこれでなんとか持ってくれよ。尊敬、頑張れ頑張れ、応援してます。え、大丈夫？本当に大丈夫？孫権と誰が残ったの？孫権、劉備、公孫さん、袁紹やろ。なんとかなると思うんやけど。お願いだから死なないで。まあ、ワンチャン孫権以外もいいけど、孫権が死なれたら結構きつい。逃げろ、追いかけろ。すごいね、敵将全撃破ってこんなに死ぬんやね。でちょっと僕結構雑にやるよね。全撃ができなかったできてなかったら言ってください。普通に見逃すかもしれない。多分できとると思うんやけど。で多分諸葛亮とかは無理ですね。諸葛亮で全撃破ちょっと、だって赤壁の戦いあれ相当きつかったもん。五武器取るだけでもしんどかったのに、あんなの全撃破しょったらもう壊滅よ。職軍壊滅。チャ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 。おお元気やないかお前。やる。大丈夫そうやね。やばい、陰謀が。あーくそ、ここでかよ。あれが当たらんのよね。あ、そんな雑魚いん。チャージ3ってこんな雑魚かったっけ。かんかれこれ使ってないけど全然覚えてないわ。ナイス。あ、あ、攻撃がある、攻撃がある。ナイスー。さあここはもう抜けるよ、ここは抜けるよ。なんでやねん。うわーもう。逃げろ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 。何か来るぞ。行け行け、五郎冠を破るのだ。やっぱ2ぐらいの冠を一番好きやな。こ
館前の勝者を守れ。任せろ。開門したら一気になだれ込むぞ。任せろ、これは強い。じゃあこんにちは。しゃあこんにちは。ああ鬱陶しい。うわ、怖っ。もうこのさ、放った瞬間にさ攻撃されたら矢がなかったことにはめっちゃムカつかれて、あれなんなん、あれあれいる、あのシステム。ちょっと回復ととくか今のうちに。え、全然勝者あかんけど。君ら何やってんの？君ら何やってんの？遅くない？開くの今さらかよ。さあリジュが来た、リジュが、リジュー、レーレーレーリリ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 リディリリディリディリディリ。俺の好きな優勢だ、優勢やったけど。挑戦。すごいね。いや回復なんかさせんよお前。何が、何を言おう、回復なんかさせないよ、絶対回復なんかさせないよ。よし挑戦できた。よし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 。で、拠点潰そう。まず拠点よ。あーもうこいつガードするんよな普通に。本当はねチャージロック打ちたいんやけどさ、
さる猛将よ。マジでチャージロック持っていきたいんやけどさ、邪魔なんやね普通に。よし、もう一丁向こう、お願いします。あーもうお前の攻撃が当たる意味がわからん。よっしゃこれで、うわー怖い、うめえ怖いよ、やめてよやめてよ、俺狙わないでよ。もっと欲しいなこいつ。いや邪魔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 。どっから狙ってきてる？上か？上無視するか。よし、行くぞ。さあ来た、とうとう来たぞ。うわ、えぐ。いやもうガードできん、マジでガードできん、こいつ弱すぎる。マジで、いやお前の弱点は分かっとんじゃん。ほら来い、ほら来いよ、ディビットンちゃうんけ。うれ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 、あえぐ、来ないで。ん、何しょこいつ、あ、いた、な、よしよし、おりゃー、うわマジで、オッケー、あー後期のランなんかで全然楽。あー長かった。さあ終わりましたね、楽しかった。そうそう、これぐらいよ、これぐらいの難易度でやってほしい。よっしゃ。さあということで、こっちかな、石田文、あ、ちょ、茶会取ったんや、別覚えてねえや。護衛舷武功ですね。はい、ということでですね、終わります。第2ステージ、多分全員倒したよね、多分全員倒したと思う。倒してなかったらごめんなさい、教えてください。じゃあこんな感じで終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。